ここは東京の台所の一つで、神田の青果市場です。私たち静岡県からも毎日何十社もの農作競り売りが行われ、大変好評をもって迎えられています。毎日の競りを監視しているのは県の東京斡旋所の職員です。斡旋所では産地にその日その日の市況や情報を連絡します。キロ83、タイム40円、築地はちょっと気配がいいね。あとね、高騰へ50円。また市場の信用状態調査や代金回収までやります。県内の各荷主にその日の相場や送金通知がされます。これまだ分かりませんがね、大体外国は神田築地よりもやや高いと思います。東京と同じように大阪にも斡旋所があって同じ業務を行っています。産地の生産者は東西の斡旋所と常に連絡を取っている。出荷組合や農協などの指示に従って予定数量を畑から収穫して計画出荷がなされるわけです。東西の斡旋所は生産者の保護と利益のために県の出先として一生懸命やっています。しかしこの窓口を利用しない、いわば市場との個々の取引が少数ではありますが行われて、大きな出費と損失が繰り返されています。農産物の斡旋は無料で、しかも生産者のために生まれた県の斡旋所を利用すべきでありましょう。郷土の誇る農産物は県の斡旋所が扱うだけでも年間実に25億円にも上り、東へ西へ積み出されます。今年は知事選挙をはじめとして衆議院選挙、地方選挙と引き続いて行われるわけですが、公明選挙の必要が今ほど重要なことはありません。いよいよ我らの知事を選ぶ知事選の日が来ました。婦人青年層の政治意識高揚が目立ち、特に軍部においては 79% の投票率を示し、また特に手足を失った婦人、盲目の婦人などの投票は正しい政治の意思表示として大変喜ばしいことでありました。県下で最高齢105歳の川島さんも娘さんに手を引かれて投票です。斉藤候補もご夫婦で投票です。戦い終わって開票の結果、時点を50万票引き離して斉藤候補が当選しました。県民250万人の予防を担って斉藤知事は再び県政を預かる人となりました。本県産業をより飛躍させるための総合開発の早期達成、第2には県民相互扶助の精神に基づきまして、限りない愛情を持って生活保護、医療などの社会保障施設の確立をに邁進をしていきたいと考えております。第3といたしましては、本県の文化水準の向上を図るための教育文化の振興。その昔、イギリス人技師によって測定された井川ダムが50年後の今、図らずも同じ場所に作られるようになって、その第一次締め切りが行われました。
幾十年ぶりという冬季渇水が幸いして締め切りは理想的に行われました。とうとうと仮排水路に流れが移ってついに大井川はその流れを変えました。近代工法の水を集めて規則施策に諸般の準備に世に火をついだ佐久間ダム工事は初のコンクリート打ち込みによって新しい段階となりました。バケットから開け出される6流目のコンクリートによっていよいよ150メートルの堰堤が築き積み上げられるからであります。昭和27年功を起こして2年9ヶ月4億の巨費をもって国道2号線の掛塚橋が感激の竣工式を挙げました。斉藤知事の手によってテープが切られました。延長実に877メートル、近代橋掛塚の橋は工事関係者そして地元南苑の人々の感激をいっぱいに乗せて渡り初めです。